はい、長井です。今日は絶対剥がれる、こんなコンクリートには床塗装するなの第3弾です。前回はコンクリートに床塗装する場合、コンクリートが湿ってると剥がれやすいよとか、また薄塗り左官補修材の上もまた剥がれやすいというお話をしました。でもまだもう一つ剥がれる要因があるんです。今日はその話をしたいと思います。この動画を最後まで見ると、コンクリートがどのような状態の時に床塗装すると剥がれてしまうのかが分かります。これは塗りたい人だけではなくて、建築関係者の方でもみんな知らない人が多いので役立つと思います。そのチャンネルでは知られていない話してると失敗が避けられたのになという、そんな役立つ情報を発信しています。なので床塗装に興味がある、床塗装を計画していて情報収集している方はぜひチャンネル登録してご覧ください。私は元床塗装メーカーにいました。だから材料のことは詳しいです。現在は床塗装塗り床工事だけを扱う工事店を経営してもう16年になります。関わった床塗装は1万件を超えています。材料の持つ機能性と工事でできることとできないことがよく分かってるつもりです。床塗装はどんなに高価な材料、強度の高い材料を使用したとしても、塗る相手であるコンクリートが健全でない場合は剥がれることがあるんです。その意味でコンクリートの状態がとても大事です。コンクリートがしっかり固く施工されていないと、床塗装材料の機能性がうまく発揮できないんです。床塗装材単体では機能を発揮できないんです。その上コンクリートは現場ごとにみんな顔が違います。でもコンクリートの強度というのは床塗装の性能を左右する大事な大事な要素なんです。私ども床塗装、専門用語で塗り床の施工業者にとっても、コンクリートから施工するわけではないので、コンクリートには関われないんです。下地として与えられたコンクリートに施工するしかないんです。コンクリートの発注と施工はハウスメーカーさんや工務店さんの仕事です。だからコンクリートの品質はそちら以下に関わってくるんです。個人邸のガレージや賃貸倉庫などのコンクリートは一般的に柔らかいコンクリートがもう多いんです。施工時にコンクリートを研磨してから施工するわけなんですけども、この時にいっぱい削りかす、ホコリが出るコンクリートがあります。柔らかくても研磨しててもですね、どんどんっていうか、どこまで行ってもホコリが出るような現場があるんです。個人邸は結構な確率でこういう状態だったりします。コンクリートのことは専門家ではないので、そんなに詳しいことは述べませんが、セメントに対して水が多いと強度の低い柔らかいコンクリートができるそうです。コンクリートは水とセメントと骨材と砂からできてるんです。骨材とは砂利のことです。石のことですね。そのコンクリートが固まるときに配合比的に必要な水の量があるんです。セメントに対して水の量があるんです。その比率でコンクリートを施工できれば、それが一番強いコンクリートになるらしいんです。でもそれじゃもう硬くてね、施工ができないので、水をちょっと余分に入れて流動性、流れやすくしているんですね。その慣らしやすいというか流れやすいと言った方がいいでしょうか。その水が多ければ多いほど柔なコンクリートになるんです。それは仕上がったというんですね。水が多めの方が施工はしやすいそうなんです。また他の事例としては、スーパーマーケットの店頭などによくあるんですが、コンクリートを打つ場合に真冬に施工すると夜中にコンクリートが凍っちゃって強度が低下する場合もあるんです。これは凍る害と書いて凍害と呼ばれるもんですね。固まってしまうんです。それからまだもう一つあります。それは雨打たれです。コンクリートを打って仕上げる前に雨が降ってくると、雨粒の跡が残ったりえぐれたりします。コンクリートの石と石をつなぐセメントが流されるので、当然強度低下になるんです。コンクリートは石と石で強度を出してるんですけど、石と石をつなぎみたいな感じでセメントがあるんですね。そのセメントが雨で押し流されてしまって、そのつなぎがなくなっちゃうんです。そしてそのまま施工すると、デコボコ凹凸になるのはもちろん、セメントが不足してるんで柔らかくて、ポロポロ砂とか石が取れてくるんで、健全な硬い層が出るところまで削ったり、特殊な浸透性の材料を染み込ませて固めてから床塗装することになるんです。でもコンクリートの強度といったって素人では判断できないよと思われる方もいらっしゃると思うんです。確かにそうです。私たちのように仕事で毎日コンクリートにたくさん触れる人は柔らかいとか硬いとかですね、察しがつくんですが、一般の人にとっては自分のところのコンクリートしか注目してないですよね。だからよくわからないと思うんです。そんな比べたことないでしょうから。コインで擦って粉が出やすい場合はやばいとか言っても、多少はどんなコンクリートからも出るので、本当に判断がつきにくいですよね。だから今回の剥がれるシリーズでは一番難しいことかもしれないんです。コンクリートが施工中に雨に打たれたかどうかも見てもわからないですよね。ちょっと説明を簡単にしようと思ってもちょっと難しくなってしまいます。ちょっと犬小屋を塗装するとか、室内の壁に塗装する気軽さに比べて、車の入るガレージのコンクリートはしっかり
かり施工しようとするとかなりコンクリートの判定が難しいことが分かります。重い重量を受け止めるとタイヤのグリップや摩擦を受け止めるには床塗装の下の基礎部分であるコンクリートが大事だということが伝わったでしょうか。ちょっと簡単にまとめてみますと、床塗装はコンクリートと床塗装が互いに協力し合って車の重量や衝撃を支えているんです。コンクリートの強度は水が多すぎたり、コンクリートを練るときに水が多すぎたり、コンクリートを施工しているときに途中で雨に打たれたりすると強度が低下します。それは人為的、水を加える人為的ですね、あるいは環境、雨とかの環境に左右されることもあって、工場で生産される製品と違ってカクカク個々で性能とばらつきが生じるんです。コンクリートの表面が雨打たれで極端に強度がないときには特殊な浸透性強化剤を使用して強度を作ってから床塗装すべきです。以上のように床塗装する場合は床用塗料だけに目が行きがちですが、本当は下地のコンクリートも同じように大事で、その見極める技術者の目が大事だということなんです。なのでたまたま何も問題ないコンクリートに恵まれた方はご自分で床塗装して素人であってもうまくいく場合もあると思うんですが、多くの場合は状態が良くない状態であるにもかかわらずよくわからないので施工して失敗するケースも出てくるんです。ということで今日はコンクリート下地のことについてお話ししました。少しでも役立ったと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。これからも有益な情報を流していきたいと思います。それではまた。